八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。今週も八戸市営バスの八戸市交通部にお邪魔しています。運輸管理課主事の高橋ひとしさんと柏崎光生さんに伺いました。まずはバスの車内から。高橋さん、バスはマニュアルですか？マニュアルです。こう運転席のあたり、はい、その正面のあたりは普通の車とかとそんなに変わらないわけですね。そうですね、ちょっとメーターの数が多いとか、うん、そういうのないですか？あ、本当だ、若干多いのかしら、うん、ガソリンのメーター私たちついてますけど、うん、それ以外にバッテリーのメーターに、はい、オイルもありますね。本体を起動させるメインスイッチっていうのがあるんですよ。エンジン以外にあるんですか？エンジン以外にある。で、それを入れないとこの運賃表示器であったり、あとはその整理券ですか、はい、作動しないように。あと運転手さんの横にあるいろんなボタン、はい、このボタン3つありますけども、はい、大きいやつがあの音声が流れる。この放送は旭川行きの始発工業大学前行きです。で、音声付きで1個進むんですか？次は旭川行きの始発、これは手動になるので運転手さんがその都度あの停留所が近くなったら押すっていう。運転手さんお手洗いとかご飯って、はい、これはですね、1回1回の運行時間が決まってるんですけど、中休みみたいなのがあるんですけど、そういう時にあのバスセンターとかですね、あとは営業所に戻ってきたりだとか、その際にまずトイレ休憩であったりはしてます。そっか、じゃあ運転手さんは体調崩すわけにいかないですね。そうですね、体調管理はあの勤務する前日からちゃんとするようにはあの指導はしてますんで。整備工場です。何ヶ月ごとに点検するんですか？1ヶ月ごと。1ヶ月ごとに点検、はい、1ヶ月1ヶ月で点検して、まだ3ヶ月点検、3ヶ月目の点検はまだ点検する項目が違うんです。3ヶ月は3回、4回目が車検の12ヶ月点検です。バスの車検って1年1回？そうです。そうなんですか、うん、2年もの乗り方もいいですよ。ダメなんですか？高橋さん、はい、バス大きいですけど、はい、洗うときってこれを使うんですか？そう、あのこの洗車機を車が通っていきます。洗車機があるんですね、そうなんです、バス用の。知りませんでした。結構大きい。そうですね、ね、アーチになってますけれども、バスが通れるぐらいの大きさあるので、横からブラシが出てきて、はい、わーってやって水も流れてきてっていう、うん、洗剤は使ってないんですけど。あ、そうなんですか。水洗いだけで。じゃあ豆に洗ってるってことですか？水で落とす。基本的にはあの1日1回。あ、じゃあ走った後毎回。そうですね、落とす。電車によっては3回ぐらい通る人もいる。そうなんですか。ちょっと綺麗好きな方は。で、それであとは車内の清掃もして1日の勤務が終わりと、うん、運転手さんがやってるんですか、車内の清掃？そうです、運転手さんがあのモップをこうかけたりっていう、その一番最後の人って言ったらいいですかね。そうなんですか、はい、そっか、じゃあもう運転手さんにとっては愛車ですね。そうですね、ほとんどもうその号車によって運転手さんが固まることも多いんで、では柏崎さんに春のおすすめ路線を教えていただきたいんですが。はい、先ほど紹介しました期間限定の海猫号、伊佐場号が、こちらはもちろんおすすめなんですけれども、その他にも子どもの国へ直通バスでの運行しております、はい、こちらもあの期間限定になってしまうんですけれども、4月15日から11月3日の土曜日と日曜日祝日、うん、あとは夏休み期間の平日に運行しております、うん、ラピアバスセンターから本八戸駅中心街吹上を経由して堀川団地を終点としておりますが、その期間は子どもの国入り口まで運行しております。お、入り口まで。あの子どもの国通りっていうバス停が確か商業高校のそばにありますよね、はい、
そこじゃなくてもっと入り口まで運行しております。いいですね、はい、結構距離あるんですよね、うん、そうですね、歩くとかなり距離がありますので、ね、ぜひ利用していただきたいです、こちらは中心街からは片道250円、ラピアからは300円となっております。春の行楽シーズンは、まあ、桜の名所ということで、はい、八戸公園でたくさんの人がいらっしゃると思うんですけれども、まず車で行くと駐車場だったり道路が渋滞、することが多いので、まあ、八戸公園に行くという方はそういった混雑を解消するためにも、まあ、ぜひこのバスを利用していただきたいと思います、はい、こちらの詳細は交通部のホームページや広報八戸4月号にも掲載しておりますので、こちらもご覧ください。はい、そうなんですよね、桜を見ながらちょっと一杯とか、そういう気持ちになる方も多いと思うんですけれどもそういう時にやっぱり車だとね、飲酒運転は絶対ダメですからね、はい、うん、まあ便利に使えると思います。これは、はい、バスの中で飲むのはダメですね、はい、動いちゃダメだし飲んじゃダメだし、はい、もちろんあの飲食は禁止ですので、そうですよね、はい、あの八戸公園で楽しんでもらうということで、はい、これもおすすめの路線ということです、はい、じゃあ高橋さんにですね、はい、多分子供の大きな夢だと思います、はい、バスの運転手さんになるにはどうすればいいか、これ聞きたいんですが、はい、必要な資格としては、はい、あの大型の2種免許、これは必ず必須となります、はい、でその他にもう1個条件がありまして、大型車両を必ず運転の経験があること。経験者、そうですね、2種の免許を取っててもいきなり運転ということにまずさせられないというのもありますし、お客様の安全も扱う身ですから、やはりその経験がある上でその研修とかをしていただくものですから、ぜひそこは必須ということで、年齢制限等はありませんのでぜひ皆さん若い方でもお待ちしておりますので、はいはいはい、では最後になりますが、柏崎さんから地域の皆さんへメッセージをお願いします。はい、まず昨年10月からはバスの運賃が安くなったという方がほとんどになるんですけれども、路線バス上限運賃化実証実験というものを始めまして、市内の路線については150円が初乗りで300円が上限というふうになります。これによって利用しやすくなったということと、料金も分かりやすくなったということですので、皆さんにぜひ利用していただきたいと思います。また今年の10月1日で市営バス80周年を迎えます、はい、それに合わせてさまざまなイベントを企画する予定でありますので、そちらもご期待ください。皆さんに今後とも利用していただけるよう努力していきますので、市営バスをよろしくお願いいたします。時代に合わせてバスも進化していまして、今までは大型の車種がメインでしたが、中型のワンステップバスに変わったり、車椅子対応のバスも増えてきているそうです。日常の利用はもちろんですが、市内をめぐる市営バスでの旅というのもより快適にできそうですね。さて今年は市営バス80周年、いろいろなイベントがありそうですね。昨年9月のバスの日に合わせて開催された市営バスの1日体験を今年も予定しているそうです。旭ヶ丘営業所の見学や整備工場での体験や見学、それからお子さんは子供サイズの制服を着て運転席で記念撮影など。去年は子供は運転席に興味津々、お父さんはエンジンルームに興味津々という感じだったみたいです。開催日程などは広報八戸や八戸市交通部のホームページでお知らせするそうです。ぜひチェックしてください。何でもお邪魔隊、今週は八戸市交通部でした。突撃八戸お邪魔隊ってか、突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページ、または八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。